建築試験一問一答チャンネルです、今日解説するのはですね、法令宗におけるアンダーライン、線引きの引き方について一問一答流の手法を交えながら解説していきたいと思います。で、3つのテーマに絞っていくんですが、まず1番、線引きの必要性ですね。で、皆さん法令宗はもう購入されたでしょうか。で、さらにですね、法令宗にアンダーラインは引き始めたでしょうか。で、こちら12月、この2020年以内に完成させてほしいと思ってるんですが、順調ですかね。2回目以降の受験生っていうのは、一度引いたことがあると思うので、線引きの重要性だったり引き方っていうのはだいぶ慣れてきたと思うんですが、特に初回受験生っていうのは、法令宗にこう線引きするっていうのが、重要になってきます。で、その根拠としまして、法規っていうのは圧倒的にこう時間が足りないんですね。で、試しにですね、こう規定の時間のないで一度こう法規の問題を解いてほしいんですけれども、そうするとですね、多分何の法規も知識もない人だと、まあ、30問中の10問いけばいいぐらいではないでしょうか。なので、要はこの30問すべて時間内にこう終わらせるためには、法令宗の中でどこが正誤のポイントになるかということをハイライトしておくということがとても重要となります。で、2番3番ではこう具体的にどのようなこう線の引き方があるかということを、解説していこうと思うんですが、まずはこちらをご覧ください。こちらがですね、こう一問一答流の線の引き方となります。で、こちらは、ブログの方にリンクを貼ってあるので参照してみてください。で、これを見て分かる通りですね、2色だと、分かりづらいということですよね。なので、一問一答流ですと5色使っています。今このピンクに関してはキーワードで、赤下線に関しては条文内の重要事項で、このオレンジに関しては、該当、何を示しているか、条文内で何をこうどの部分とリンクしているか。で、さらにこの黄色に関しては他の条文とどうリンクしているかというのがこう視認しやすいような状態にしておくことが重要となるので、このような手法で線を引いております。なので、仮にこれがまあ2色だったと今のをしますと、ですね、重要事項と除外規定に関しては、2色で足りるんですが、条文の構成っていうのはもう少し複雑でですね、この条文から他の条文に飛んだり、さらにはですね、どのキーワードに注目するというのをこうハイライトすることによって、他の受験生に大きな差をつけることができます。なので、今解説したのがアンダーラインは2色では足りないということになります。で、具体的にどこにアンダーラインを引くかっていうのは今ちょっと申し上げたんですが、このようにですね、まずキーワード、1番キーワードですね。キーワードっていうのは蛍光ペンで、ピンクの蛍光ペンで引きます。で、条文内のこう次のとか指示語が出てきたときに、この次っていうのが、試験内でこう読み解くのはなかなか時間内には厳しいので、それは具体的にどこの語を指しているのかっていうのを、視認しやすいように色分けします。で、さらにこのさっき言った条文内の重要事項ですよね、この赤に関しては。で、さらにこう他の条文に飛ぶ場合は黄色を、でマーカーしておくと、重要、こちらも同じようなコンセプトですね。で、
キーワードと、さらにこっちを見ていただくと青で除外規定があると。で黄色は、軽微な変更。この軽微な変更っていうのは350に飛ぶよというようなこう条文の構成がビジュアル化するような、聞き方がとても重要となってきます。でこちらはまあ一部全部を掲載しているわけではないんですけれども、ぜひブログの方も参照の上ですね、このアンダーライン集が欲しいという方はぜひ、リンクの方からですね、ご購入を検討いただければと思います。今日は以上となります。